い、会場の皆さんこんにちは、埼玉県飛鳥市から来ました浅賀修平和平と申します。どうぞよろしくお願いいたします。自分たちこの草加の町すごく好きで、なんで好きかっていうと、チーム立ち上げて9年目もうすぐ10年目になるんですけど、チーム立ち上げた頃、この草加の田畑さんが自分たちのチームのことを気に入ってくれて、草加に毎年呼んでくれるような縁で、この祭り参加してます。で演舞している最中も、草加の皆さんの温かい気持ち、拍手声援受けながら、毎回楽しく踊らせていただいています。実は、先週の練習の時にいつも前で踊っている男の子のメンバーが、アキレス腱切っちゃいまして、今年いっぱいずっと踊れないということで、今病室で、多分 YouTube に上がるのを楽しみに待って、怪我治るの、怪我治るように治療しています。とにかく感謝の気持ちを込めてこのステージ最後になりますので、全部の気持ち置いていくつもりで全力で踊りますので、ご声援の方よろしくお願いいたします。それでは参りたいと思います。浅賀修来歌劇団昭君
集大歌劇団に大きな拍手を。さあ